ていると言っていいでしょう。後半の立ち上がりに注意していけばまたチャンスが来ると思います。サニア、ボールがこぼれます。ナイスタックル。ここにサニアがいます。激しく当たりに行きます。これは狙いすぎましたか。スペースに走ります。ボールを奪い返す。ボールを取った。さあ前を見てどうする。上がった。アネルカ止めた。コーナーキック。スペインしっかり守りきりたい。この動きがビエラのプレーです。上がった。カットされます。パトリック・ビエラ、センタリングを入れたい。チャンスの芽を摘む素晴らしいタックルでした。ちょっとでも遅れていたら完全にやられていた場面でしたよ。足を出す。ボールがこぼれた。ビエラが顔を出します。フリーの選手が上がってきた。ニコラ・アネルカ、サポートを使いますか。ディフェンス、これは誰が見てもオフサイド。これは完全に出てますね。イニエスタ、ここは2人で回します。さあフェルナンド・トーレス。簡単に行き過ぎですよ。ディフェンスが勝ちました。存在感があります。アンリー、突破だ。スペインにファウルがあったようです。レフリーからはレッドカード、退場です。はい、完全に後ろからでしたからレッドは出るでしょう。周りを確認したい。思わずうなるボールでしたが惜しくも失敗。いい形ができつつある。マルーダ、笛が鳴っています。オフサイドです。これは際どい。いいチャレンジですよ。素晴らしい集中力です。カプテビラです。ナイスカットです。さあどうだ。ボールを取られました。パトリス・エブラ、分厚い攻撃になりそうだ。リベリ、ディフェンス後手に回っているぞ。ここで落ち着きを取り戻したいですよね。このプレーはホイッスル、フランスにファールがありました。カプテビラがここにいます。シルバが行きます。ボールの動きを読んでいました。フランク・リベリー、これを拾いたい。どういう展開になりますか。ここにはイニエスタがいました。しっかり読んでいた。このボールは重要です。つながった。マルコス・テナがこれを抑えます。味方につながった。狙っ、まだあります。前方に運びました。よく聞いています、リベリー。さあクロスだ。クロス上がった。あとやはりそう簡単にはいきません。ボールは大きくクリアされます。危ないですよ。ああいう強引なのは怖いですね。そうですね、痛そうにしています。この後どうでしょうか。なる。このボールはキーパーが抑えます。コーナーでチャンスは続きます。フランス、ディフェンスがなんとかクリア。フェルナンド・トーレス、
ブームソン。フランスがこのまま終わると考える人はいないでしょう。同点に必要なのはあと1点、逆転までは2点です。パスが華麗につながります。スペースを見つけて走り込みます。ここにいますイニエスタ。今日はよく動いてますね。見ていても非常に楽しいですね西岡さん。そうですね、私も今日は間をつなぐための実況というのは少ない気がします。どちらに収まりますか。アンリ通った。キーパーボールをしっかりキャッチ。ロングスローを選択。気が抜けません。フランスのスローインです。サニャ、このパスはカット、読まれていましたか。この選手がマルコス・テナです。キーパーボールをつかみます。キーパーのスロー、次々と上がっていった。ディフェンスボールを奪います。カプデビラが危機を回避。外に出てスローインになります。フランスサポートに走る。素晴らしいタックル、ボールがこぼれた。ダビド・ビジャがこれを抑えます。うまく足をねじ込んだ。フローラン・マルーダ、フリーキックです。何を仕掛けてくるでしょうか。イエローカードが出されました。十分にゴールを狙える位置です。ファールを引き出しましたね。しかもイエロー付きですからね。これはラッキーでした。チャンスになりそうだ。これは取られます。試合終了、スペイン勝ちました。90分間の戦いが終わりました。素晴らしい内容で終われたと思います。守備もよく機能していて、ゼロで抑えられたっていうのは非常に自信になったと思いますよ。今日の試合はいかがでしたでしょうか。皆様とはそろそろお別れとなりました。実況は西岡、解説は岡田武さんでお送りいたしました。では皆様さようなら。Nunca una ley fue tan simple y clara.